小富木二重人格者一、川村八九郎は今年二十歳の二重人格者である第一の人格で彼は大星由良之助となり第二の人格で河野諸直となった 彼がどうしてこのような二重人格者となったかははっきり分かっていない父が大衆家であるというほか父兄にも母兄にもこれという精神異常者はなかったただ父方の曽祖,祖父が「お月様を猫にかませようと長い間努力して成功せず疲労の結果人面祖にかかって死んだということがいささか注目に値するだけである」 母が芝居好きでよく彼を劇場へ連れていったことは初めて彼が大星由良之助となった関節の原因に数えてよいかもしれない承知これが彼の人に呼ばれた時の返事であった「四死心中の虫」とは己がこと これは彼が弟を切開するときの言葉であったあるときハチクロウは原因不明の熱病にかかった3日未晩眠り続けて目が覚めたとき彼は船「船じゃ船じゃ」と叫んだ母親はお腹がすいたためであろうと思い早速船を煮て持っていくと「さなきだに」 重きが上のさよごろも。こう言って彼は布団を跳ねのけたので母親は熱病のために彼が甲野諸直になったことを知ったのである甲野諸直の状態が1ヶ月ほど過ぎると彼は再び大星由良之助になったそうして自分が甲野諸直の時に行ったことを何一つ記憶していなかった 同様に河野諸直の時には大星由良之助の時に行ったことを少しも覚えておらなかった大星の状態が3週間ほど続くとまたもや彼は河野諸直になったそうして2週間の後さらに大星由良之助になったそれから10日の後河野諸直同じく8日の後大星由良之助 同じく7日半の後河野諸直同じく7日の後大星由良之助同じく3日の後河野諸直同じく2日20時間の後大星由良之助だんだん第一人格から第二人格へ第二人格から第一人格へ移る時間が縮められていくのを見て八九クロウの両親は心配しだした。 もしその時間が極度に縮められた場合そこに当然河野諸直と大星由良之助が同時に意識の上に現れ河野諸直は大星由良之助のために殺さるべき運命になるからである還元すれば八九クロは我と我が身を滅ぼすことになるからであるそこで両親は意志を招いて 何とかして人格交代の時間を長くする方法はないものかと相談したけれども誰もこの要求に応じえるものはなかった渡還するうち八九クロの人格交代の時間はいよいよ減じていった両親は焦ったすると最後にかかった医者は T 氏に一大精神病院を開いている紀藤博士を推薦し同博士ならば 必ず適当な方法を講じてハチクロウを自殺の危険から救ってくれるであろうと言ったそこで両親はハチクロウを連れはるばる T 氏を訪ねて紀藤博士の診療を請うことにしたのであるここで読者に紀藤博士の精神病治療法を紹介する必要がある。 ある時病院内の一人の患者は夏の夕方東方に現れた虹を見て自分も虹になりたいと言い出した精神病者が一旦言い出した以上その希望を叶えてやらねばどんなことをしでかすかわからないしかしその患者についていた看護人は不慣れであったためすぐさま委員を呼びに行かないで患者に向かってそのナンセンスなことを告げた すると患者はせめてあの虹を取ってくれろと言いだした看護人はまたもや笑って相手にならなかったそこで患者は自分の左手を出して虹をつかもうとしたがもとよりその手は届かなかったと患者は憤慨して右手でナイフを握るなりあっという間に左の前腕を切り捨てたのである 看護人は驚いて急を紀藤博士に告げた博士はとりあえず包帯を施し静かに患者に向かって言った君はどうしても虹になりたいのかはい博士は切り捨てられた腕を拾い上げていった君のこの腕を虹にしてやるがそれで我慢できるかそれなら我慢します 博士はたちにに助手囁いたすると間もなく助手は分前糖や鍋や薬品などを持ってきた紀頭博士は鍋の中へ腕を入れ薬品とともに煮たそのころもはや東の空の虹は消えていたしばらくすると鍋の中に年中な塊が出来かかった患者は熱心にそれを見つめて いつ自分の腕が虹になるであろうかと不思議がっているらしかったやがて博士はその年中な塊を皿の上にのせそれを水に溶かしたそうして竹の管の先にその溶液をつけるなり管の一方を口に当てて静かに吹いた玉が広がると美しい虹が管の先に現れた ありがとうございます。こう言って患者は泣き出した彼はそれほど満足したのである言うまでもなく博士は患者の腕を煮てシャボンを作ったのであるある時一人の患者は 腰から下が石になったと言い出した。そう信ずるなり彼は足を上げることもできなければまた歩くこともできなかった助手たちは何とかして彼を歩かせようとしたけれども全ての試みは無駄であったせめて片一方の足だけでも上げさせることができれば石になったという信念を打ち破ることができるからと思っていろいろ苦心してみたが少しも成功しなかった 君たちは患者の足を上げさせて患者の信念を打ち破ろうとするからいけないまず患者の信念を別の信念に置き換えて足を上げさせ次で元の信念を破るようにすればよい精神病治療にあっては全ての妄想は他の妄想をもって打ち破るほかはないこう博士に諭されても、 女子たちはいかなる妄想を患者に起こさせてよいかかかわらなかった。よしでは患者をここへ運んできたまえ」と博士は言ったやがて患者は石のごとく運ばれてきた博士は助手や看護人をさらしめて患者と2人きりになり催眠術をかけて患者の妄想を他の妄想に置き換えた これで足を上げるるよよ。うになるよ博士は人々を呼び入れて患者を運び去らせながらこう言った助手たちは患者の部屋に集まって果たして患者が足を上げるかどうかを気遣いながら熱心に患者を見守った数十分間は何事もなかったと患者はその右の足をスーッと高く上げた したたちは簡単の声を発したがそれと同時に患者は「小便がしたい」と言った排尿の間患者は上げた足を下ろさなかったすると想像力の発達した一人の助手は叫んだ「わかったわかった先生は患者の妄想たる意思を犬に置き換えたんだ」いかにもその通り。 博士は患者をして腰から下が犬になったと死んぜしめたのであるこのような博士の治療法も時として失敗することがあったここに述べるのはその失敗談の一つであるが博士はこの例においてその治療計画に失敗したとはいえ事実においては 治療のの目的を達したのであるある時入院患者の1人がピストルで脳天を撃ったもとより彼は自殺するつもりであったが額に水平にピストルの筒を当てて引き金を引けばよかったものを木を好んでてっぺんから垂直に打ち込んだため弾は脳に入って笑いの中枢を犯しただけで生命に別状なかったのであるかくて患者は 笑うことができなかった。けれども自殺を図るような憂鬱な患者にとって笑うことは何よりも必要であるだから助手たちは患者を笑わせることも苦心したけれどもどのような方法を講じても患者は笑わなかった変な仕草をしてみせたり脇の下をくすぐるような常等手段からア酸化窒素吸入のごとき科学的方法まで講じたけれど こうはなかったそこで最後に助手たちは患者を紀藤博士のところへ連れていった博士はしばらく考えていたがやがて名刺の裏に何やら書いて患者に渡していった「この文字を君誰にでもよいから見せたまえきっとその人は君が笑わずに折れぬ姿をするよ」「そのかわり君は決してこの文字を見てはならない」 患者は病室に帰るなり早速他の患者に名刺の文字を見せたするとそれを見た患者はその場に逆立ちした普通のものならばその姿を見て必ず笑うはずであるのに患者は笑わなかったけれどもそのことは患者の好奇心をそそった彼は看護婦が来るのを待って名刺の文字を見せた すると看護婦もその場でピンと逆立ちしたそれでも患者は笑えなかったけれども好奇心は拡大されたそこで彼は庭園を犬を連れて遊んでいた子どもに近寄り名刺の文字を見せたすると子どもも犬もその場で逆立ちしたけれども患者はやはり笑えなかった 反対にその好奇心は極度に達して博士が「見てならぬ」といった言葉を犯して名詞を裏返してその文字を読んだ読むなり自分もその場でくるりと逆立ちするを余儀なくされたが逆立ちすると同時に脳の中へ入っていた弾丸が抜け落ちたものである患者は初めて笑うことができた 弾丸のために笑いの中枢が侵されていたのであるから会う人々を逆立ちさせて患者を笑わせようとした紀藤博士の考えは根本的に誤っていたのであるしかし博士の計画は偶然にも患者を笑わせることに成功したそれにしても会う人々や犬までも逆立ちせしめた文字は何であろうかと助手が名刺を拾って調べてみるとそこには レンズとすりガラス、と書いてあったなるほどこの2つをもってすればあらゆるものは逆立ちするはずである5右の次第であるから二重人格者川村八九郎の人格交代の時間短縮を妨げるために紀藤博士が推薦されたのも当然のことであった 博士は両親に連れられてきた八九クロウを診察しその病歴を詳しく聞いてから両親に向かって行った何大丈夫ですよたとえ人格交代の時間が極度に縮められても元来大星浦之助と河野諸直はお芝居の人物ですからただ大星が諸直を殺す真似事をするだけですよ本当に死にはしないから安心なさいけれども 両親の不安はさらなかった。母親は言ったお芝居でも身が入ると殺す真似をして本当に殺してしまうことがあると聞いておりますですから念のために由良之助から諸直に移る時間を長くしてくださいます残念ながら交代の時間が極度に短縮されるまでこれを防ぐ方法はありません母親は顔色を変えた 父親は歯を食いしばったしかしと博士は続けたその交代時間が極度に短縮された時たった一つ時間を延ばす方法があるのです両親はたちまち元気づいたどうぞそれを教えてくださいますと口をそろえて頼んだよろしい では、しょうを書いてあげましょうこう言って博士は紙切れに次の文字を書いた「高速度映画撮影機」。